はい、どうも、ソイジマックスです。今日もまたビールを飲みたいと思います。サントリー美味しいゼロ。本当に美味しいんだろうな。おい、本当に美味しいんだろうな。糖質ゼロ、プリン体ゼロです。これで本当に美味しいといいよね。本当に美味しいんだろうなお前。はいはい。ちょっとね、このゼロっていうのはね、不安を感じる数字なんですけどね。美味しさを犠牲にしてゼロはないですよね。美味しい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 といいな。お、一気に入っちゃいますね。おいおいおい、まあ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 の色ですね。はい、もう入りました。おい、サントリー美味しいゼロ、美味しくあってくれ。いただきます。どうぞこの顔で判断してください。なんかやっぱりちょっとね、しょうがないんでしょうかね。これは口当たりを良くしてるのはすごくわかりますね。飲んだ後の爽快感を与えようかという感じはするけども、あまりよろしくないな。きついな。甘い、なんかこう合成されたというか、薬品というか、まあまあそういう感じの工程を経て作られたもんなのかなみたいな、ちょっとそのそういう素材の味がしないというか、麦芽の味がしないというか、まあビールとは言えないですね。これはね、何でしょうかね。ビールテイスト飲料ということですかね。麦芽使用率 25% 未満ですから、まあ4分の1ぐらいはビールだってことでしょうけども、例えばビールの代わり飲もうかとね、プリン体ゼロだし糖質もゼロだから気にしなくていいや、飲もうかっていう気にはならない。残念、ならない。これだったらノンアルコールビールの方がいい。この糖質ゼロ、プリン体ゼロという条件でこういうものを作るのが難しいとは思います。きっとだからこんな味になっちゃうんだろう。美味しいゼロ、美味しくないじゃないか。というわけで採点をします。はい、出ました。サントリー美味しいゼロ、テイスト1点、バランス5点、バリュー価格ですが 350ml 入りの缶で165円でした。私の好みマイプリファレンスは0点。そして結果25点でございます。すいません、僕ね、でもこの味だったらオールフリーがいいです。25点。なん、おつまみ。ビールが美味しくないとおつまみもね、なんか乗り気じゃないけどね。まあおつまみ行きましょう。これ買ってきました。亀田製菓の手塩や馬出し唐辛子味です。よいしょ。こういう感じでおせんべいですね。うん、うまい。ちょっとピリ辛。これで飲むとさ、いいのかな。なんかこのゼロ系はやっぱりなあ、やっぱりうまさを犠牲にして なんとかしてんだろうな。やっぱり美味しいビールが飲みたいですね。うん。ではまた皆さん、来週お会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。あはは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 。